続いて島野幸太郎選手との壮絶な打ち合いを制した佐野天馬選手登場です。ありがとうございます。ご着席ください。それでは佐野選手、昨日の試合を振り返ってください。昨日は応援ありがとうございました。そうですね、久しぶりの試合で久しぶりに勝つ姿を見せることができて嬉しかったです。質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。まあ、予想してた通りというか、この想像以上のこう気持ちと気持ちのこう勝負だったと思うんですけども、こう戦っていてこうどんなお気持ちだったんでしょうか。そうですね、まあ、ああいう試合になることは分かってたんで、もう絶対負けないっていう気持ちで戦ってました。はい。拳を交えたこう島田選手はこうどんな感想をお持ちですか。まあやる前と変わらずかなって感じかですかね。はい。他にご質問のある方どうぞ。ダウン取った後、島野選手がものすごい反撃をしてきたじゃないですか。島野選手がすごい反撃をしてきたじゃないですか。あの時にこう気持ちが折れそうになったっていうのはありました。そうですね、気持ちは多分折れそうにはなってないと思います。絶対負けないぞって気持ちで戦ってたんで、だからあそこはまた反撃できたのかなって思います。はい。2度目のダウンの時っていうのはこうどんなこう感じでカウンターを打ったんでしょう。そうですね、試合を見返したんですけども、1、2ラウンド目はまあ思ってる通りの、僕が想像してた通りの展開だったんですけど、3ラウンド目こんな感じだったんだっていう、結構がむしゃらであんまり覚えてなくて、なんであんまり、そうですね、そんなに覚えてないですね。こうなんですかね、島野選手とまあこう戦って、なんかこう佐野選手の新しいこう部分では出てきたような感じもするんですけど、まあやってみてこうどういうふうに思いました。そうですね、まあいつもと違う自分を少しも見せれたかなとは思いますね。はい。他にご質問のある方よろしいでしょうか。それでは佐野天馬選手、以上とさせていただきます。ありがとうございました。